本日はスプリング8ですね、これについてご説明申し上げます。スプリング8、ね、スーパーフォトンリングですね、で8ってね、8ギガエレクトロンボルトということなんですね。これは兵庫県の播磨科学公園都市内に位置する大型放射光の施設ですね。電子を加速貯蔵するための加速器群と発生した放射光を利用するための実験施設および各種付属、施設からなります。で、名前の8ですね、これは電子の最大加速エネルギーである8ギガエレクトロンボルトにちなんで付けられております。まあ、ウィキペディアに書いてあるんですよね、はい。で、放射光とは電子を高速近くまで加速して磁石により進行方向を曲げた時発生する細く指向性のある明るい強力な電磁波のことを言います。で、概要は輝度、エネルギー、指向性などの点で世界最高クラスの放射光を発生することができます。で、エネルギーが数キロエレクトロンボルトから100キロエレクトロンボルト の、はい、程度もね、X 線領域の光を中心に利用されるんですが、よりエネルギーの低い、赤外線を発生することも可能で、またレーザービームを逆コンプトン散弾させて、ね、最大 2.4 ギガエレクトロンボルト の、はい、単色ガンマ線の発生も可能です。で、1991年から日本原子力研究所と理化学研究所が共同で建設して1997年より供用を開始しています。使い始めてますね。国内の各大学および理研や研究による学術利用だけではなくて、製薬会社や製鉄会社など30社以上の、ね、ナノテクノロジーとかバイオテクノロジーとか産業利用や科学の海外の研究機関の利用もあって専用のビームラインを設けている場合もあります。1998年、和歌山の毒物カレー事件では使用された毒物の組成を調べるために使われました。亜ヒ酸に含まれる特定の不純物元素の量を比較して違ってるか同じかってね、移動識別が行われましたけど、このための10元素不純物の検出にスプリング8の性能が必要とされたためです。で、電子の加速ですね、これは真空中でグラファイトやタングステン等の物質を温度を上げて、ね、そうすると熱電子が、発生しますよね。これを静電場や高周波電場を用いて加速して、磁場を用いて軌道を曲げたりレンズのように収束作用を行わせたりしています。電子ビームが通る真空のツールは非磁性体金属のアルミ合金製です。で、全体の施設のね、所見ですね。で、一番最初に線形の加速器があって、これはリニアの加速器でね、全長140メートル、加速エネルギーが1ギガエレクトロンボルトで、シンクロトロンがあって周長がこれ396メートルで、電子エネルギーが8ギガエレクトロンボルトまで加速します。で、他の加速器と違うところはね、これをまた加速するんじゃなくて、これを今度は蓄積リングって言って、周長1436メートルの円ですね、これをずっと何回も何回も周回させて、貯めとくわけですね。で、そこからビームを分けてるわけですね、はい。で、ビームラインは62本あって、長さは通常光源からは80メートルとか300メートルとか1000メートルも可能で、で、併設施設がこれ一緒のところにあります。敷地内にスプリング8とこのビームの光源を共有している中型放射光施設ニュースバル、それからまた実験施設の一部を、ね、同じに使っている共用している X 線充電子レーザー施設、ね、サクラっていうの、ね、これがあります。
で、ちょっと目にはね、普通の加速器と似てるんですが、高エネルギー、ね、高周波数の、光を発生させ、使用するための施設です。ということね。で、全体のね、上から見たのはこんな感じですね。で、これ見ると、ここにここに線形加速器、加速器等という線形リニアですね。でここで、電子を発生させて、そう、ビャーッとスピード出して、このシンクロトロンのところでぐるーっとぐるぐる回して、で、それを、このね、蓄積リング等ってありますけど、この蓄積リングのところで、これぐる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 回して、それを、それぞれのところでみんな引っ張ってて取るわけですね。で、桜っていうのは別にこっちの方にありますね。はい。それでこれを模式的に書いたやつがこれですね。これのも分かりやすいですね。これはちょっと右左が あれなんですが、ここに電子銃があって線形加速器で加速してシンクロトロンでね、8ギガエレクトロンボルトまでこれ加速をしてですね。で、加速したやつを今度はここの蓄積ですね、はい、蓄積リングでこの中をぐるぐる回しておくわけです。で、それをそれぞれね、こう分けて、ビームラインがこうね、いっぱいあるんで、こういうふうに分けて、で、使うということですね。で、このビームラインは全部で62本もあります。はい、で、細かなものを見るにはね、波長が短い周波数の高い電磁波が必要なんですね。で、星の世界でも光 の反射鏡を持つですね、光学望遠鏡で、直径2メートルのものと同じ分解能を持つためには波長が1000倍の電波望遠鏡では、ね、1000倍で2000メートルの、ね、直径が必要なんですね。で、あと望遠鏡でも顕微鏡でも必要なのは倍率ではなくて分解能なんですね。で、光学顕微鏡では可視光線の波長から分解能、分解能っていうのは2つの点が2つの点として見える最小の距離ですね、はい、これが理論的に100ナノメートルですね、まあ、細胞を見る程度なんですね、光学顕微鏡はね。それで電子顕微鏡っていうのは今度電子線の持つね波長です。で、電子線っていうのはこれは量子なんでね、この物質波ということで ドブロイ波っていうんで波を持ってるんですね、波の性質を。で、この波の性質が 0.1 ナノメートルね、この分子レベルの分解能を持ちます。で、なお細かい原子レベルを見るためにはね、もっと細かくしなきゃね、細かい波長でないといけないんで、はい、X 線やガンマ線のようなより波長の短い放射光が必要となりますということですね、はい。で、これがまあね、いつも見ているこうね、一般的な、ね、こっちはガンマ線で波長が短いですね。で、こっちはラジオ波ですね、はい、ね。で、ここのところが人間が見る可視光線、これをこう広げるとね、この青の方からこの赤の方までずっとありますよね、波長が、ね。で、こっちが紫外線があって、ね、ここは紫外線で、ね、ウルトラバイオレットで、X 線があってガンマ線、こっちにずっとこね、こっちを出すほど細かいものが見えるってことですね。で、こっちが、まあ、赤外線でマイクロ波でだんだん電波になってきてね。で、 FM ですね、これラジオ波でね、 AM で長周波のねラジオということになるね、はい。で、一応ね、スプリング8でね、放射光で観察されたね、生きたウサギの耳の腫瘍ということでね、こういうのも観察してますね、はい。で、あと一緒にあるね、X 線でやってるさくらね、これがまあ非常にこう有名ですね、はい。で、この辺で見るとね、この X の子ではね、タンパク質やらこの原子とかね、こういう細かいところまでこう見えるっていうね、今の説明と一緒ですね、これここに書いてあるのはね、はい。これはさくらですね、はい、X 線の重電子レーザーを発生させてます、はい、ね。で、これはここで電子ビームを発生させて、
ね、電子ビームの、エネルギーを加速器で高めます。で、これ1個、2メートルの加速器が128個並んでますね。リニアでビャーっと加速します。で、ここから、波長の短い強烈な光を作るということで、ね、アンジュレーターって、アンジュレーターって言って、ね、磁石がこういっぱい並んでて、この NS、NS がこう並んでて、これがね、右行ったり左、右行って上下とか、左右とか、ね、こう振られて、それでその振られるときに、ね、光が出るわけですね。で、電子でもって、そのレーザーのね、光を、まあ、強くするわけですね。逆コンプトン散乱ってね。で、これをX 線にして、ね、ビームを出すと。で、このアンジュレーターには、ね、1台、まあ、5メートルが1台なんですが、ここに560個の磁石が配置されて、最大これが18台並んでおります。ウィキペディアのね、スプリング8のとこなんですが、はい、これに、ビームラインのね、はい、どこが使ってるかって、詳細が書いてあるんですね、はい。で、ここにビームライン一覧っていうのが出てます。はいはい、で、これをめくっていくとですね、はい。ここで、使ってるエネルギーのね、はい、まあ、帯域ですね、幅と、それから、どこで使ってるかって、ずっと何に使ってるかっていうのがずっと一つずつね、こう書いてありますね。はい。ね、これはこの辺はね、東大が使ってますね、東京大学がね、はい、兵庫県とかね、両県機構とかね、こういろいろね、で物質材料研究機構とかね。産業用とか理研とか、まあ、理研がまあね多いですけど、それからこっちにこうくるとね、はい、こうずっと医学に使ったりね、原子力機構もですね、いろいろ使ってますね、はい、理研、京都大学はこんなようなことに使ってますね、はい、で理研とかね、それから創薬産業ね、トヨタの中央研究所ですね。はい。から半大ですね。うん。それから半大ですね。いっぱい使ってます。はい。それでまあ教養は多いですね。半大受験、理研教養とこういうことでね、こういうものをずっと、ね、使っております。